で、この落ち着いた中にこのパトリオットがね、ワンポイントでおしゃれですよね。はい。で、あとこのタンカラー、めっちゃおしゃれと思います。おしゃれしか言ってないですよね。クラシック。はい、ご覧いただきありがとうございます。ローロチューブです。ローロチューブです。はい、前回ご案内した通りですね、ブロンプトンのカスタムが続いてます。で、はい、本日もブロントンのカスタム車をご紹介したいと思います。はい、どうでしょう。これ、まあ、これカラーはクラウドブルーですね。はい、S2LX です。はい、はい、X のクラウドブルーをベースにカスタムさせていただきました。はい、まずは X って何ぞやっていうところなんですけど、まあ、ブロントンってレギュラーのモデルとですね、スーパーライトモデル、頻繁に X っていうモデルが2種類ありまして、はい、X になります。これはで、 X は何がちゃうかっていうと、まずフロントホイールがですね、ノーマルのホイールよりもよく回るスーパーライトホイールがついてます。はい、まあ、このハブですね、効果大きいのは、通常ママチャリみたいなゴリゴリ のホイールがついてるんですけども、これはシールドベアリングのハブが標準装備です。はい、で、このフロントフォークですね、このグレーの部分、前とこの後ろの三角形の部分、これがまあチタンになってます。で、今回これもカスタムで外れちゃってるんですけども、はい、フロントのフェンダーとリアフェンダーのステーがチタンに変わったりとか、ノーマルのヘッドパーツがアルミだったりとかっていうところですね。はい、まあ、それでちょっと価格が高いんですけども、まあ、性能と軽さと、まあ、手に入る、まあ、特別なモデルですね。特に今年なんかは生産量がなくて全然入ってこないですね。はい、はい、まあ、これちょっと、たまたま手に入ったモデルです。じゃあちょっとこれもですね、まあ、ご予約ご注文いただいてですね、追加であれとみたいな感じで、はい、徐々にパーツが変わっていったパターンですね。はい、クラブがご案内したかな、テントで。そうですね、まあ、その時まあノーマルでね、はい、買っていただいて、購入された後に SNS でちょっとカスタム相談をいただきまして、まあ、ちょっと写真を撮って送りながらやり取りさせていただいたら、はい、なんかこんな形になっちゃったパターンです、ね。はい、なんか非常になんか今風ですよね。なんかそうだ、あとこちらのお客様はロールチューブ見ていただいて、ちょっとカスタムに火がついちゃったパターンですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとじゃあ紹介していきたいと思います。はい、はい、じゃあまずこちら、一旦まあハンドル周りノーマルですね。で、そこから出てるケーブルなんですけども、こちら、はい、この3本ですね、はい、フロントとリアとリアの2足のこのシフトケーブルなんですけども、はい、今回こちら日線ケーブルですね、はい、日線ケーブルに、まあ、初期から交換させていただきました。はい、初回購入から日線ケーブル入れといてっていうのは初めてですね。もう、はい、まあ、結構これ新しいパターンだと思います。結構、まあ、ブレーキレバーとかシフト変えるタイミングで変えようという方はいらっしゃるんですけども、この初期装備でケーブルを変えていただきました。はい、なかなかリッチな感じだと思います。はいはい、でカラーはクリアブラックですね。はいはい、まあ、ベースカラーがこのクラウドブルーですね。まあ、ちょっと僕らもこのクラウドブルーをベースにカスタムの経験値が少ないので、まあ、ちょっとどうなるか楽しみだったんですけども、まあ、やっぱクラウドブルーにもこの、クリアブラックめっちゃ似合うと思います。はい、まあ、ブラックのパーツも、ね、ちょいちょいついてますからバランス取れてると思いますね。でこの日線ケーブルを入れるタイミングで、またこちらですね、熊さん、はい、こちら H&H のケーブルギャザーですね。これもちょっとね、どうせ買えるのはいかがですかという形でご案内させてもらったら、はい、まあ、ちょっと入れといてという話でご注文いただきました。はい、これはですね、ブラックカラー今回入れてますね。はい、はい、まあ、通常樹脂の塊の、まあ、ちょっとあんまりこう、まあ、やぼったい感じなんですけど、やっぱ金属製に変わるだけで高級感が、まあ、全然違いますよね。ブロンプトって20万30万ですね。このスーパーライトモデルが30万ぐらいする自転車なので、はい、まあ、やっぱちょっとね、チャチくなっちゃうんですね、樹脂パーツ。はい、はい、まあ、本当にちっちゃなとこですけど、こういうとこからこだわっていただければめちゃめちゃかっこいいと思います。はい、はい、でこちら、じゃあこっち行きましょうか、このランプ。はいはい、はい、じゃあこのヒンジクランプなんですけども、こちら今回は、ブロンフィケーションの、はい、クランプブラック、レバーブラックのパターンで入れていただきました。はい、まあこれのパターンを見ると、まあ、このブラックにもつながるんですけども、今回のお客様は、ブラックを足していくような雰囲気ですかね。はい、まあ、今までは結構シルバーを足していったりとかブラスを足していったりとか あったんですけども、ブラックってこれ結構久々ですね。そうですね、うん、
このブラックブラックのパターンもブロンプトンが、まあ、今回ドル分けを外しているので結構レーシーなスタイルにはこの黒黒が似合うと思います。であとこのレバーに関しても真鍮ブラス と、この、この黒のレバーはこの黒バージョンに関してはアルミニウムになるので、重量でいうとこのブラックブラックの組み合わせの方が多少軽くなります、はい、ですね。でこちら次はヘッドパーツですね、はい、こちらパトリオットです、はい、クリス・キングのパトリオットを選択いただきました。このクラウドブルーにこのパトリオットめっちゃおしゃれじゃないですか。おしゃれですね。これ、3色ついてちょっと何色しましょうかみたいな話で写真を順番にお客さんに SNS で撮って送ってたんですけども、はい、なんかこれがめちゃめちゃ僕気になって、あのでお客さんもちょうどこのクリス・キングのヘッドパーツ気になってたそうなんですよ。はい、なんかこれがなんか本当に何ていうんですかね、この赤、シルバー、青がこんなに似合うと思わなかったです。おしゃれですね。おしゃれ、普通におしゃれだと思います、はい、このパトリオットのヘッドパーツが似合う車両って結構難しいんですよ。ちょっと奇抜な感じでどんどん入れていくのには結構合うんですけど、ちょっとこのワンポイントというかおしゃれな感じで決まってるのってこれ初めてだと思います。はい、クラウドブルーにこのパトリオット、これおすすめですね、はいはい、これちょっとおすすめしたいと思います、はい、で次フロントキャリアブロックなんですけども、こちらマルチ S のフロントキャリアブロックですね、はい、で、こちらは NY ニッケルの略ですかね、カラーでいうと、はい、シルバーではないです。ちょっとグレーがかった感じですね、ニッケルですかね。確かにグレーに近いですね、はい、でこれはまあスーパーライトモデルのフロントフォークってこうグレーなんですよね。ちょっとツヤがあるグレーになってるんですけど、はい、まあ、ここに合わせた感じですね。で次は、はい、これですね、はい、これ追加でご回答いただいたやつです、はい、ですね、これはマルチ S になりますか、はい、はい、ライトホルダーですね。マルチ S のライトホルダーをつけていただきました、はい、でこのライトホルダーはこれだけ、ここだけの販売です。これ別売になりますので、はい、ご注意ください、はいはい、で実はブロンプトン純正のボルト400が、なんか生産完了ですかね、あれね、はいはい、もうちょっと入ってこないようなので、どうしようかというところで、まあ、やっぱライトって明るくないとやっぱ夜怖いよってお客さんやっぱ多いんですよ、はい、で明るいライトをつけようと思ったら、まあ、キャットアイ系統のライトがもう安くて明るくてめっちゃいいと思います、はい、でこのお客さんキャットアイもともと持ってるそうなんで、もうお持ちなんですね、はい、そうですね、まあ、キャットアイってもうライトメーカーでめちゃめちゃ有名なんで持ってるお客さんも多いと思います、はい、まあ、そういったお客様でしたらこのマルチ S のブロントンのホルダーを買っていただければここに載せることができますので結構おすすめですね、はい、ブロントンボルト400買いそびれちゃったっていうお客様なんかも安心してください、はい、ローロで販売してますの で、 これちなみにこれシルバーと黒があるんだっけな、はい、黒もあります、黒もありますね。でこの台座に関しては、まあ、今持ってるキャットアイのブラケットのやつをお客様が一色していただいてもいいですし、はい、これだけもスモールパーツで売ってるので、はい、600円ぐらいかな、600円ほどです、ね、安いのでこれ買っていただいてもいいと思います、はいはい、安心してください、はい、で次はですねこちら、ですねこちら E バージョン、ドル分けを外したモデルにさせていただいてます、はい、で E バージョンにする上ですね必要なパーツが2個あります。このケーブルフェンダーディスクと E バージョンフックですね。この2つは絶対必要になります。でまずケーブルフェンダーディスクなんですけども、これは H&H ですね、はい、の今回こちら黒い入れてます、はい、まあ、結構黒パーツを足していってる感じですね、はい、で E バージョンフックに関してはこちらシルバーを入れていただきました、はい、でこちらはこのフォークの流れでちょっとシルバー系統入れていただいてると思います、はい、であとこのタイヤなんですけど、こちらタイヤも変えていただきました。シュアルベ1ですね、チャプター3という限定モデルについてたサイドが飴色タンウォールのシュアルベ1のタイヤです、はい、でまあこれは限定のタイヤなので、ですね今もうお店によってはもう販売終了してます、はい、でローロはまだ若干ありますのでこちら入れたいよっていうお客様なんかお早めにご注文ください、はい、でやっぱね、まあ、これサイド飴色めっちゃかっこよくなるのと、まあ、言うてやっぱねこのよう転がるんですよ、はい、カチカチのタイヤではなくてこうしっとりしてて乗り心地もいいんですけど結構転がってくれるんで、まあ、カスタムと性能とね両方、まあ、効果があるのでこれは結構おすすめです、はい、
で、このタウンウォールとこのクラウドブルーのフレームもめっちゃおしゃれですよね。はい、これ結構海外のインスタとか見てるとクラウドブルーをカスタムしてる方いらっしゃって、はい、僕それ結構気になってるんですよ。かっこいいなと思いながら僕もずっと見てましたね。あれかっこいいな。多分見てるやつクバクバと一緒ですね、はいはい、でそれにタウンウォールが入っててめっちゃ似合ってたんですよね、はい、で実際初めてあのクラウドブルーでカスタムこのタウンウォールに入れさせてもらって、まあ、やっぱおしゃれですよね。おしゃれです。今年のこのクラウドブルーはなんかおしゃれになると思います、はいはい、めちゃめちゃいいと思いますね、はい、であとボルト類忘れましたね。ちょっと細かなパーツになるんですけども、こちらのナットですね、はい、こちらもチタンボルトに交換させていただきました、はい、ここはですね、まあ、E バージョン化するお客様だったらもう このナットを使った方がいいです。というのはこのまま跳ね上げるとですね、ここに水とかですね泥がついてそのまま置いておくと錆びちゃうんですけども、はい、このチタンナットに変えることで、まあ、錆びないですよね、はい、あと何グラムか軽くなります。これは結構おすすめですね、はい、であとナットで思い出したんですけども、実はこれですね、グローフィケーションのチタンボルトセット一式でデザインされてますね。はい、はい、ごめんなさい、こちらですね、ちょっと戻ります。はい、このステムのボルト、これグローフィケーションチタンボルトとか入ってます、はい、でグローフィケーションのチタンボルトセットは4本入りで、ここのボルト、ステムのボルトとですね、はい、あとこちらここですね、ここのボルトでした、はい、打ちました、はい、とあとはこのステムキャッチャーのこのボルトです。ちょっとね鈍い輝きに変わっててかっこいいと思います。かっこいいですよね、はい、ここはここもねなんか水濡れたまま掘ってここ錆びますからね、はい、これも変えといた方がいいと思います、はい、とあとはこのボルトもブロンフィケーションのチタンボルトセットのボルトが入ってます。これですね、はい、はい、でこのまま紹介させてもらうと、このサスペンションですね、松村工機の、ブロントン用サスペンションのハードを入れていただきました、はい、でこれあれですよね、やっぱこのスーパーライトモデルのグレーとこの松村工機のグレーはめちゃめちゃ一体感があってめっちゃ似合うと思います。本当だ、はい、でこれはもう何度も言うようにすごい機能的なサスペンションで、通常ブロントンのカスタムパーツただのって言ったらちょっとあれですけども、ゴムの塊っていうのが多いんですけど、こいつはちゃんとサスペンションですね、ゴムスプリングになってます。でこの短い狭いところでちゃんと稼働する工業用のスプリングメーカーさんのブロンプトン用のサスペンションになっているので、はい、結構乗り心地も良くてですね、沈みすぎず、はい、ただ乗り心地いいという感じです。沈みすぎずよく走るですね、はいはい、これもめっちゃいいと思います。おすすめです。でこのままこの辺小林さんに行ってみましょうか。はい、こちらリアフレームクリップっていうパーツなんですけども、こちらもブロンフィケーションに交換していただきました、はい、でここもやっぱりめちゃめちゃスッキリしますよね。本当はノーマルこれでっかいプラスチックの塊がつくんですけども、こいつに変えることで、まあ、軽さとですね見た目の、まあ、スッキリさ、はい、でやっぱ高級感がちょっと金属製になると出ますね、はい、であとこれに合わせてですね、このシートクランプ、こちらもですねブロンフィケーションの、ブラックを入れていただきました、はいはい、でこれですよね、やっぱこのレバーブロンフィケーションのパーツで揃えていただくとめちゃめちゃ統一感ありますよね、シートクランプ、はい、ヒンジクランプと、はい、めちゃめちゃバッチリ似合ってると思います。最後このペダルなんですけども、三ヶ島ペダルのシルバンストリームネクストのワンサイドイージーを入れていただきました、はいはい、これね、まあシルバー設定なんですけどもほぼポリッシュですよね。でめちゃめちゃ光っててかっこいいです。であとベアリングがめっちゃ入ってて、これ回転性能がもうズバ抜けてるんですね、このシリーズは。これはめちゃめちゃおすすめです。そうですね、でこちらは左だけ抜けるようなモデルになってます。はい、ワンサイドってやつですね。ブロンプトンは通常左が折れるペダルがついてるんですけども、はい、この三ヶ島に変えた場合は抜いていただくようなモデルがおすすめですね。はい、はい、以上ですね、まあ、初回からこんな感じでいろいろカスタムいただきました。はい、めっちゃかっこいいしおしゃれですね。じゃあな、これはね本当におしゃれやと思います。普通になんかクラウドブルーすごいね、このフォークのこの色、うん、なし地っていうんですかね、まあ、この全然合ってますね。そうですね、まあ、このクラウドブルーがちょっとグレイッシュなブルーなんで、このグレーパーツもめっちゃ似合いますよね、はい、でこの落ち着いた中にこのパトリオットがねワンポイントでおしゃれですよね。はい、であとこのタンカラーめっちゃおしゃれです。おしゃれしか見てないですね。クラシック、
がっていうことが合うんですかね。そうですね。であとこれサドルとかはね、グリップもちょっと明るめのブルックス の、 あのハニーとかが似合うかな。あ、まあちょっとね、多分このお客様結構カスタム興味持っているので、はい、また変わるかと思います。はい、はい、こちらもお待ちしております。お待ちしております。はい、じゃあ今日は以上ですね。はい、はい、でちょっと今カスタムのご注文めちゃくちゃ多くてですね、あとですね、僕が2人3人ぐらいいればですね、サクサクいくと思うんですけども、ちょっとお時間をください。はい、はい、僕が4人3人いればですね、そのゲームもできますからね、公約行動でパーティーできますけど、はい、カスタム作業の方のところですね、ちょっと追いつかないので、ちょっとお待たせしている状況が続くと思いますが、はい、始めご了承ください。すみません。はい、今日またブロンプのご紹介ですね。でまた次回ブロンプの紹介が続くと思いますので、まあ、ブロンプのこれから購入してカスタムとか検討いただいている方は楽しみにお待ちいただければと思います。はい、よろしければいいねとかチャンネル登録いただければと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日はクラウドブルースーパーライトモデルのカスタム車のご紹介でした。ここやら、これがかっこいいな。はい、はい。